どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、マッチングしたら終わり、ナイトメア、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。さあ、今回のナイトメアについてですが、言わずと知れた、エルム町の悪夢、のフレディです。悪夢を活用するキラーということで、結構独特な動き方をする。神出鬼没なところも映画のフレディと変わらないんだよね。それでは、ナイトメアの背景を見ていこう。ある事件の容疑者として浮かび上がるも、無罪となる。しかし遺族がそれに納得いかず閉じ込めて焼かれたことから、フレディとして覚醒したのがことの始まりだ。その後、恐怖派葬られ犠牲者たち派あえて忘れ去られた。しかし、フレディ派帰還し人々の夢派悪夢へと変貌していった。人々の中でも最も執念を燃やしていたナンシー、ホルブルックに近づいていったが、彼女の強さと父を見くびっていたため、友達のクエンケンと共にフレディを弱体化させなき者としてもう一度置き去りにすることができた。しかし、復讐に燃えた彼は三度現れた。そして狙いを少年クエンケンに変えたのである。毎晩彼に対して脅しを続けた。彼が立ち向かう力と身を守る力が尽きるまで。そしてその時が来たのだ。少年をバダム幼稚園に連れて去った。彼が復讐を遂げるための場所である。フレディ派幼稚ダブルンの廊下を渡り少年を尾行した。今回、彼派全ての瞬間を味わいながら少年を追いかけた。そして、激闘の末に追い詰めたのだ。とどめの爪を下ろした。その瞬間、フレディ派何か他の存在を感じた。闇に覆われた何かである。正気が彼を包み遠くどこかへ連れて行かれた。着いた場所派、バダム幼稚園である。しかしそこは彼のものではなかった。探していた少年派いなくなってしまった。しかし他の獲物が廊下を歩いている。大したものではないだろうが、新たなお気に入りもきっといるだろう。というのが背景の一部だ。夢の中で襲ってくるのは映画と一緒だが、アプデによって現実世界でも攻撃できることから非常に強くなったキラーだね。正直発電機も回せないくらいエグいからマッチングしたら悪夢なんだよな。それじゃあ、特殊能力を見ていこう。ナイトメアの基本能力は平凡です。移動速度は秒速 4.6 メートル。脅威範囲波32メートルデセが平均。ただし、夢の世界と現実で心音が変化する。現実の世界ではここねが普通のように聞こえるのだが、夢の世界の場合、ここねが子守歌に変わり方角がわからなくる。さらに、起きているサバイバーとの距離で見え方が変わる。32メートル以上離れるとキラー波透明になる。32、16メートル波断続的に見え、16メートル以内で完全に視認できます。ということは、ほぼほぼ見えた時は危ないということです。では、特殊能力に移行。特殊能力波、ドリームデイモン、だ。効果波多岐にわたるため、把握することが重要になる。1、ドリームワールド。生存者のアイコンにタイマーが付属し、ゲージが溜まるとドリームワールドに落ちる。また、は、攻撃を受けると即座に落ちる。夢落ちしている時のみ、ドリームスネアなどのトラップの影響を受ける。その他に、心音が歌に変わる。アドオンの効果が付属。ドリームプロジェクションのクールダウン短縮。サバイバーが白く目立つ、という効果がある。ただし、ドリームワールド破解除方法できる。味方に起こしてもらう。目覚まし時計を使う。スキルチェックをミスする。で解除ができる。2、ドリームスネア、パレット。ドリームワールドに落ちたサバイバーのみ効果がある。スネアの場合は地面に赤色の水たまりを設置する。吹くことによって絶叫するようになる。また移動速度の低下と高速窓越えが不可となる。ドリームパレット派設置可能な場所でボタンを置くことによりに設置が可能。黄色くハイライトされるため、騙しとして使える。見た目派パレットと同じで倒した瞬間消える。
そのためキラーに対してスタンの効果はない。この能力ハードオンによって変更が可能となっている。3、ドリームプロジェクション。発電機への瞬間移動となる。ゲージを消費してワープをする。ただし、修理完了やロックされている発電機にはワープ波できない。というように特殊能力が多岐にわたっているため、把握するのが非常に難しい。特にパレットやスネアなどトラップ系も多いため、後半になるほどチェイスがきつくなる。フレディとのマッチング波とにかく早く発電機を直していこう。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、スイングチェーン、クラス写真、青いドレスの3つ。簡単に言うと、スイングチェーン、は、ドリームワールドのサバイバーのチェーン。クラス写真、は、瞬間移動時に全発電機へのフェイント。青いドレス、は、スキルチェックのペナルティアップ。とにかく、スイングチェーン派パーク横にマークが出るので、ついた際は注意しよう。というかナイトメアの場合ほとんどついていってもいいぐらい。固有パークについて解説しよう。ファイアー、アップ、リメンバー、ミー、地の番人の3種類、一つずつ確かめてみよう。ファイアー、アップ、は、行動速度アップ型パークです。発電機の修理が完了するたびというのが条件ですが、最大5つ分の効果を得ることができます。行動が速くなるだけなので、足の速さは変わりません。ですが、チェイスをする上で時間を短縮することにつながるので、後半になればなるほど強いパークです。最大 20% ということもあり、発電機が修理しきってからが効果を最大限活かせるので、誰も叱ら逃れられない、で追い込むのもいいですし、野蛮な力、と組み合わせていた破壊特化にするのも良いかと思います。リメンバー、ミー、は、ゲート遅延型パークです。オブセッションを攻撃するたびに、時間が増加するので、通常20秒で開く扉が最大36秒に増えるというパーク。ただし、オブセッションが開けている場合は影響を受けないので、通電した時にはオブセッションをうまく釣りしておきたいところ。ゲートを開けるタイミングであれば、誰も叱ら逃れられない、と組み合わせると強力ですので、ゲート解放前にうまく潰せる組み合わせもありです。地の番人、は、脱出遅延型パークです。脱出ゲートが解放されるのが条件となるため、通電する前に何としても一人は瀕死状態にしておきたいパークですね。サバイバーに扉をわざと開けさせ、地の番人を発動させるのが非常に難しいので、狙って発動できることは少ないかもしれないです。なので、通電する前が肝心なパークですね。こちらのパークも、誰も叱ら逃れられない、と組み合わせるのが相性がいいです。ちなみに、脱出ゲートは自ら開くことが可能なので、通電前に瀕死状態がいたら強引に発動するのも非常に有効です。地の番人のように最後の最後まで逆転するチャンスがあるパークがあります。このパークは非常に厄介なので、開通前のミリ止めにし、サバイバーの様子に合わせてゲートを開きましょう。とにかく発電機を回せるときは回すのが重要です。そもそもナイトメアは瞬間移動もできますし、夢の中でのチェイスは危険を伴うためです。発電機を積極的に直しハッチが出現する残り2個までは必死に回しましょう。ちなみに、ドリームワールド波起きれる時に起きるくらいでいいです。夢落ち前では、瞬間移動以外は影響を受けないので、開始直後は発電機を回してキラーを焦らせましょう。チェイスもしやすいようにパレットを把握しておくのも重要です。夢落ちした場合は、白くハイライトされるので隠密が難しくなるのを注意しましょう。また、ドリームスネアなどのトラップの影響を受けるようになるため、踏まないようにするのが重要です。踏むと移動遅延が入るので、一撃波もらってしまうんですよね。とにかく、長引くほど危険なキラーなので、発電機をガンガン意識しましょう。
そして、残り2コマで回しハッチでの脱出もしっかり視野に入れておきましょう。いかがでしたでしょうか？今回のナイトメア派マッチングしたら、負けを覚悟するくらい強いキラー、です。というか対策が難しいんだよね。瞬間移動からドリームワールドのトラップの強さがえぐい。でも、最後まで諦めずにハッチから脱出も可能なのでしっかりと発電機を回しましょう。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番初買ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。